ってた。吸ってた？嘘つき？どっちなの？いや本当にこれずっと吸ってた。で禁煙してるの？二十歳になって、うん、はい、ずっとこれ吸ってた。吸えばいいじゃん。いいですか？いいですよ。ちょっと一本。何かしらのストレスを感じてるようですね。多分旦那にバレたことのストレスだろうね。うん、旦那にバレたところで旦那から電話かかってきた。違う、旦那にバレ違うよ。旦那はいいんだよ。じゃあなんで嘘ついたの、優子って。優子って言っても、うん、多分見てるから。見てる？見てるのこれ。見てるしょ。見てるの？見てんじゃん。見てないって言ったよね、はじめ。見てると思うよ。ふわっち。あ、見てないかも。どっちなの、もう。見てないわ。タバコは吸わないって言って、二十歳のまで吸ってたって、コロコロ変わるじゃん。じゃあ見てない。どっちなの？見てないと思うわ。いや、見てるでしょ。じゃあもう、旦那さんすいません、送りますね、今から。マジでわからん、どっちが本当かどうか。じゃ見てない。で、多分あの DM が言ってんじゃないかな、旦那のとこに。なに、旦那もふわっちとかついてやってるの？うん。もう帰ろうよ。修羅場だよ。うん。ね？そう。うん。まあこればっかりしょうがないよ。日本平行こうよ。うん、日本平？うん。行ってどうなるの？分かんない。今何時？家行く？一緒に東京の。行くよ。うん？行く。飛ぶ？飛ぶ？マジか。飛びたい？ちょっと。飛ばないよね。子供は？子供いないよ。じゃあ飛べるね。飛ぶか。うん、旦那配信者だぞ。マジで言ってる？旦那配信してじゃないよ。配信してるの？なんかみんななんか送りそうで嫌だよね。さっき本当にやばかったもん。さっきコンビニでスパゲッティ持ってたら、うん、しげちが何にスパゲッティ加えてるのって言ってた。どういうことって思って、スパゲッティ持ってたら何加えてるのって、いや持ってるんだけどって言って、タバコうまいね、刺繍に吸うと。うまい？はい、これどうやってやんの？よかった。あ、いいじゃん。加えたいの、うん、もしかして。ない。あ、そう。何したいの？飛ぶか？飛ぶか帰るか。飛ぶか帰るかはやばいだろ。やばいよ、もう。もう完全に人生の分かれ道だよ。子供いないでしょ。なんかネットってすぐ子供いることにしたいよね。なんでなんだろうね。だからやばい状況を作りたいんだね。必死に絵文字使ってね。ツイートに写ってる子は？ツイートに子供載せてるの？いないよ。いない？うん。証拠 DM した？え？なあ。なになに？いや、DM 来てないけど。なんか嘘つくの？DM 来てねえよ。うん。証拠ねえじゃん。その子だよね。ん？お姉ちゃんの子供。あ、お兄ちゃんの子供だって。めいっ子でしょ。うん。子供欲しいです。あ、旦那にしたってこと？ん？別にいいんじゃない？今のところ何もしてないから。うん。もうすぐ着きますって？コンビニ来るの？もう修羅場じゃん。もう帰ってよ。来るらしいじゃん。
何もしてないのに絶対来ないから大丈夫。絶対来ない。鍵どっち閉まってんのか。開くかないかねえ。何したいの？え、わかんない。しげちが何したいの？どうもしたくないけど。どうもしたくない？こうやって喋ってるだけでいい？うん。旦那配信つけたって嘘ばっかり。配信やってるの旦那？やってないよ。どこでやってるの？名前は旦那の配信の。やってないよ。ガチだよって。なんていう名前？やってないや。なんていう名前？タイトルは？旦那棒を持ってる？勝ち込みに来るの？なんだその悪い悪ノリは。おもろすぎない？立派な棒は誰でも持ってるでしょ。旦那も持ってる。俺のこの窓を開けらんかいてバールで。やばいでしょ。嘘ばっかり。なんでそんな嘘ばっかつくの？帰らせたいのか。嘘ついてるやつは開けらんかい。汚ねえな。いや旦那いようがいようまいが関係ないよ俺。だって別に何もないんだもん。桃子ちゃんも何もないでしょ。何もないよ別に。何もないでしょ。桃子ちゃんです。めっちゃねえな。何時に帰る？いいよ、置いときな。お弁当作んないといけないんだよ。誰のお弁当？旦那の。じゃあもう帰ろ。旦那の。あ、仕事行くのに。そう。じゃあもう作らないと。いや返したいっつうか、雲行きがちょっと怪しくなったから。あの電話かかってきたからね。で、電話かかってきたから、雲行きが一気に怪しい。え、雲行きが。パパ？何？パパから電話かかってきた？違う、さっきね、さっき電話あってから、うん、雲行きが怪しい。寒いやろ。なんだよ。いらない。何時に帰るの？じゃあ、でも寝そう。お腹いっぱいで。パパに連絡する？パパになんて言うんだ。もう家帰って喋ってよ。おい、いやいや俺巻き込まないで。家帰ってから電話。ゼロワントワーで。いやいやいや、家帰って電話、あの話して。いやいや電話しないで。なんかおかしなことなりたい。しないよ。うん、だから家帰って話して。うん、うん、それかもう配信切るか、二択に一つで。それか飛ぶか。飛ぶ。東京にね。あとは知らんよ。これ少なからず俺もダメージありそうだけど、配信的にはまあ飛んでもね。飛んでもちょっと。で、明日夏面白すぎだろ。夏夏ちゃん来るから、うん、夏夏ちゃんと二人でいればいいじゃん。で、夏夏来るんだよね。どっちなの夏夏？夏夏ちゃんって可愛いの？可愛いよ。私なんかブサイク関わりたくないんだよ。ブサイク関わりたくない？うん。一生ぐらいだと思うよ、レベル的には。おい。うん？レベル的には同じレベルだと思うよ。
そう行かないです。嘘ついたの、夏夏ちゃん。ブス興味ないんだよ。そういうこと言ったからじゃないの？すいません、ごめんなさい。ブスは興味がない。なんかいるね、そういうタイプ。え？いるいる。それ本当にそういうこと言うタイプ。それ気持ちいいね、何もなくて。気持ちいい。今何時なの？4時10分。やばいわ。やばい？やばいわ。帰って弁当作る？うん。ね。弁当作んないと。うん。じゃあしげちゃんまたね。ここで降ろすの？いやいや送るよ。うん。楽しかったよ。ミュージックにして。ミュージック？うん。これでしょ？嘘。うん。音楽かけたの？ちょっと。わかんない。何？おしゃれな雰囲気じゃん。何？急に。何？これ。急な音楽。これどうってやるの？え？ムード出てきちゃってるじゃん。止まんない。マジか。ディン、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 やめてよ。何？そういうの目指せばいい？ディン、ディン。旦那見てる？見てるの？知らない。もうすいません旦那さん、しっかりねこの酔っ払いの扱いしてくださいよ。どうしようもない女ですよ旦那さん。やばい。この女はこっちで合ってる道。くださいよ。道この道で合ってる？シートベルトして？うん、あするわ。あドライブモードしかも。何もしてない。本当だよ。期待して損したよ。え？期待して損したよ。本当に言ってんの？それはね。本当に言っている？これはね、やっぱ男だからね。うん。旦那の不満を。旦那の不満を全部吹き飛ばして。お前気持ち悪いなんていう覚悟で帰ります。そうなの？はい。うん、どんな不満があるの旦那に？どんな不満か、うん、分かんない。マンネリじゃないの多分。いや、ないでしょマンネリ。マンネリはないでしょ。いや、がっかりっていうのは男の部分で、しげしちゃんは可愛いよ普通に。そういうがっかりはしてないんだよ。言いたことわかる？分からへん。これ道教えてね。ん？まっすぐ？左？口で言えや。まっすぐ？まっすぐ。うん。海賊団の船長か。手をかざして。はい。そうですね。どっち？まっすぐです。まっすぐね。これあれ酔っ払ってます？うん。してるんだよ。だから違う、マンネリはしてないけど。何？分かんないんだよね。俺に惹かれる自分がいた？え、いません。いないか。そうじゃないか。いませんでした。それは今いなかったか。
かないでね。叩かないでください。もう帰るんでね。いやいや、あんまり家の前まで送りたくないんだけど。旦那出てきたらなんか気まずいじゃん。近いのここ。近い。そんなギリギリまで行かせるの？行かせないよ。どこ？もういい？ね、ま、めちゃくちゃ行かせるじゃん。怖いんだけど。大丈夫？出てこないから。出てこないから。細いじゃん。もう近いんじゃないの？違うわ。向こうだ。向こうどこ？どこじゃなくて、道わかんないの？うん。運じゃないから。どこなの家は、うん、どこ、うん、何こっから近いでしょ家、うん、で細いとこ入れさせないで。細くない。これ右って出れるの俺なんかすごいなったなんだろう。お腹がこれ右って出れるの、うん、いやマジで怖いからこんな住宅が。そうですね、旦那の車です。だから曲がらせてるの。もう降りて。怖い怖い。降りて大丈夫。どこ、これがお家です。だからお家の前まで来させんだ。これがお家です。あの水色の横の、うん、もうやめて頼むから。あれつかもう降りて。怖いから。早く。ありがとうございました。じゃあね、なんか KP またね。まずい。配信切ればいいのに。配信切ればいいのに。そりゃそうでしょ。ありがとうございました。じゃあね、すいません、うん、これあげる。いらない。お酒持ってって。あ、うい。お財布も持ってって。はい、持てる。持てる、うん、ありがとうね、うん、え、待って、忘れ物ない？尻に。どうした？尻に何？何？うん、家の鍵ね、落としたよ。じゃあね、うん、じゃあね、ありがとう。, 笑ってらっしゃいます。じゃあね、ムラムラしただけだったわ。何しに行ったの？いや、わからん。何やったの？ファンサービスですよ。普通にお酒飲んで楽しくしたかったんじゃない？多分ね。マジで迷子。テント張ったのに。本当だよ。本当男って単純だな。情けない？ちゃんとしようよ。東京帰るの1時間遠回りしてきましたよ。まあでも可愛かった。やっぱ楽しいね、女の子と遊ぶと。そう思うわ。そう思う。ダメだね、ゼロは。いや、疲れたっつうか、それはね、人のものだけど、やっぱりもうちょっと一緒にいたいなとか思うよ。やっぱ寂しいしね。
やっぱ男だしね、もうちょっと遊びたいなとかって思うけど、もうしょうがないよね。電話かかってきたんだ。もうさすがに無理だこれ以上。どうしようもない。どうやって帰ればいいんだ。スマートインター降りれないかな。ねえ、どこのインターだこれ。日本静岡インター戻ればいいのかな。東京帰るのに鳥坂インターってある？なんやそれ。あー疲れた。もう眠たいよ。ご飯食べたし。ねえ。どうしよう。道わからん。誰か家泊めても帰る元気ない。誰か静岡の人、疲れた。ねえ、東京帰るのに静岡インターの次ってどこのインター？知ってる人いる？清水インターか。静岡インターまで戻れないわ、さすがに。なんで乗ろうとしてんのこれ。マジでうぜ。まあいいわ。ああもう。バイパス走れば1号線ね。乾燥か。じゃあねみんな。ちょっともうどっかで寝るわもう。みんなどっかで寝るね。もう帰る体力残ってない。お腹いっぱいだし。いやホテルももう無理だよこんな時間から。さすがに無理。女いないでしょう。これ乗ってたらびっくりする。ここで横にまだ乗ってたらすごくない？この演技力。そんなことあると思う？ゾッとするでしょう。そんなことないんでね。帰ったふりは笑うような。さすがに見せてよ。いいよ。あ、信号変わる。ほらないしょ。はい、お疲れ。じゃあね。内装